概要を説明いたします。の字を描きながら僕が旅をしていてですね、スタート地点は真ん中の世田谷区でございます。この の字を描きながらですね、2345679という、それで大田区までが11番の大田区までが1周目でございます。第1の字ラインでございます。第2の字ライン、つまり2周目というのはですね、神奈川県の川崎市の 中原区から始まります。それとね、12、13、14、15、16といってですね、麻生区とかね、20、21、22と行きまして、そして新宿区とか通ってですね、神奈川県の横浜市の神奈川区まで至ります。そして3周目に入っていきます。緑区ね、町田市とかね、国立市とかね、37、38、39と行って、そしてね、和光市、ずっと行って中央区なんかを通っていきます。そして1、2、3、4、4周目に入っていくんですね。4周目の始まりが横浜市の 西区でございます。で、保土ケ谷区を通って、旭区を通っていきます。そして、瀬谷区とかね、山梨県のね、上野原市なんかを通っていってですね、東京都の檜原市を通っていって、檜原村を通っていってですね、ずっと立川市の方まで行きますね。そして、埼玉県の方をね、ぐーんと通っていってですね、埼玉市を通って、そして、東京都に戻って、江東区まで行きます。そして、ずっと行くとですね、1周目、2周目、3周目、4周目が終わっているんですね。そうするとですね、今度5周目に入っていくわけでございます。5周目がね、ここから、中区ですね、南区、江南区ですね。で、今回の旅っていうのは前回の続きでございまして、横浜市のね、戸塚区から始まります。そして、泉区を通って、ちょっとね、藤沢のところも通るんですけども、で、綾瀬市を通ります。ちょっとね、91番っていうところはちょっと飛ばすんですけど、ね、ここは含んでいるんで、ですね、ごめんなさい、修正いたします。これでいいんだな。91番は飛ばしてですね、海老名市を通って、そして厚木市を通ります。49、45は飛ばしてですね、伊勢原市とね、秦野市に行きます。そしてちょっとだけね、平塚市も通っていきますので、よろしくお願いいたします。ですね、野々地自転車全国市区町村旅第27日目、12年の3月20日でございますね、5週目の旅でございます。第2都道府県というのは神奈川県のことで、今回は全部神奈川県の自転車旅ということになっております。そして88、89、90、92、91を飛ばしてね、3、で、途中飛ばして96、97ということで、戸塚区、泉区、藤沢市、綾瀬市、海老名市、厚木市、そして伊勢原市、平塚市、秦野市ということになっております。全部27日目なんですけども、一番最初の戸塚区だけが前回も旅しているということになっております。あとは集計なんですけども、で、今回の旅で27日目でございます。これまで旅した都道府県数は4つでございます。東京、神奈川、埼玉と山梨県でございます。東京都の方は、ね、全部で、ね、46カ所行っております。神奈川県の方は全部で、ですね、35カ所行っておりますね。そして、埼玉県の方は15カ所で、山梨県の方は2カ所行っております。全部合わせると98カ所行っているということになっております。昔ね、編集した、ね、ナレーションの上からね、新しくナレーションを書かせようと思っております。まあ、声と声がぶつかって聞きにくいってもあるかもしれませんが、もっとね、よりよくね、わかりやすくしたいなと思っているので、よろしくお願いいたします。今回も僕の動画を見ていただいてどうもありがとうございます。ですね、昔作ったね、動画の上からですね、昔のナレーションの上から新しくナレーションをかぶせたいと思っております。ちょっとね、声と声がねぶつかってね、聞きづらい点もありますが、今回のね、このナレーションだけを聞いてね、分かるようにしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。今回の旅はですね、神奈川県の自転車旅ということになっております。ポリシーを持って動画を作っております。夜明けの時ですね、早朝でございます。うっすらとね、空が明るくなってきました。スタート地点は横浜市のですね、戸塚区でございますね。おそらく東戸塚駅の近く、東戸塚駅から出発したと思います。旅27日目、3月20日でございます。川のような橋が見えておりますね。そして団地のようなマンションのような、そんな建物が見える気がいたします。空は広いですね。寒そうでございます。もうでもちょっと春なんですね。商業施設の建物が見えております。コンビニの看板が見えております。交差点が映っております。スタート地点は、東戸塚区戸塚駅でございますね。ヘルメットをかぶされたお地蔵さんが見えております。通りが見えております。まだ陰ってますね。公園の入り口でしょうかね。川の橋が見えておりますね。車道が見えております。ちょっとぼやけた写真ですかね。横断歩道が写っております。
海老名市なんか、そして厚木市なんかにも至るようでございますね。マンションのような建物が見えておりますね。小さな鳥居が見えております。畑とかね、住宅なんかが立ち並ぶところを通っていくようでございます。土の匂いが香るようでございます。空が広いですね。日の見櫓じゃないか、あれは電波塔でしょうかね。どこかの市役所ですね。区役所かな。そしてね、伊勢原市とかね、そういうところも最終的にはですね、小田急線に乗って帰るようでございます。町田駅ですね。なんかね、電車が止まっちゃったような記憶が残っているんですけどね。ではビデオの映像に行きますので、よろしくお願いいたします。ちょっと扇風機うるせえかな。旅の方がですね、横浜市の、伊豆、これ間違ってないかな、いいのかなこれ、泉区だと思うんだけどな、違うかな、これ泉区だよね、ごめんなさい、なんか過去のね書き込みも間違ってると思いますけどね。横浜市の泉区に、入ってきたので、歴史をね、ウィキペディア参照2024年の9月で見ていきたいなと思います。原始古代境川っていうのは江ノ島に流れる川で、上流の方に遡っていくと八王子の南の方ですね、八王子市と町田市の間を、じゃなくて、町田市と神奈川県の間を流れる川ですね。まあ、町田駅と相模大野の間に流れていきますね。アクア川、泉川、宇田川に沿った急流上に縄文時代の遺跡が分布する。弥生代かな。いや、野生代かな。わかんないな。弥生時代の土器が出土したことがある。古墳、高塚古墳は、今のところ、区内では、上飯田天神山古墳が知られている。横穴墓堀は、上飯田町柳穴墓地、墓などが挙げられる。なんだっけ、忘れちゃった読み方、なんだっけな、なんとかかんとかの下で、動向は明らかでない相模国鎌倉軍であった、なんとかという説もある。高座軍との境界は境川である。故に後期での鎌倉屋であった新橋町御勝町が鎌倉軍大島郷に否定されている諸説あり、平安時代半ばの、人物で、鎌倉島の鎌倉形成を祀る大霊社御霊社が府内に存在する。大庭御坊を根拠とする鎌倉島のテリトリーであった。なんでテリトリーっていう言葉を使うんだろうね。縄張りだった。ってあった可能性がある。境川やその支流をたどって開発を進めていったのであろう。対岸の渋谷市の影響も考えられる。同時に鯖神社、鯖などの字を当てる。鯖が夢だったのかな。鎌倉街道にも鯖街道があった。がいくつかある。でも、まあいいや。これは一時期鎌倉重福寺に住んでいた鯖と源の義なんとか、またはなんとかのこの、最新とすると、頼朝、源の頼朝、大庭なんとかのに、乱入して殺傷事件を起こしており、鎌倉党とは微妙な関係にあった。中世同じ軍内に鎌倉幕府や鎌倉府が置かれ、政治の、中心地となる。首都鎌倉に向かうための鎌倉街道上の道が通っていた。また新田義貞による、鎌倉攻めは、辰道であったという。飯田は渋谷市の一族とも、飯田市の
名前、名字、後、飯田家吉は、石橋山の戦いで敗れた源頼朝を救ったことで知られている。その、館跡、現在は藤塚城市場という石碑が、立つ公園周辺という。飯田氏は当家の御家人として、吾妻卿などに名を記している。他通帳のマンション付近は玄番山と呼ばれ、鎌倉幕府御家人と伝えられる島田三郎ゆかりなんちゃらかんちゃら。なんか世の中めんどくさくなってきたな。なんとかし方ね付近は、処刑場があったんだね。岡津町200番地付近は、処刑場がありました。泉なんとか菅神社北条氏によって滅ぼされた泉神なんとかゆかりのお寺という。ただし信濃の御家人であり泉姓が、伝承の可能性もあると。付け替えした伝承の可能性もある。まあちょっと省くね。なんか読み疲れる。ここら辺はもうなんかいろいろ歴史上のね細かいことがあるんだね。なんかの愉快の地がねいっぱいあったりする。鎌倉時代の影響が濃いのかもしれないね。なんかよくわかんねえんだよここら辺は。江戸幕府ができると陣屋が置かれ、代官がやってくる。戸塚塾に近いためその助号を任された。携わされた。中田村には北条氏、後北条氏のなんとか州小田原成敗に関して豊臣秀吉や徳川家康との説等に当たった石巻なんとかがなんとかして戦後そのまま旗本として認められた。家康の関東入り府の折、家康を戸塚塾柏を町で迎えた。この橋は、五大府橋と呼ばれて残っていると。なんか細かいよね。もういいよここ飛ばして。いろいろあったわけだよ。大山に至る大山道がね、区内を横断していました。大規模なニュータウンの開発にして消滅した田畑があったんだね。中近世の風景を伝えていたが、大規模なニュータウンの開発によって壊されてしまいました。横浜市、お金のことばっかり考えている横浜市。何度も作り変えるね。何度も桜木町付近を作り変える横浜市。東横線をぶっ潰して地下鉄にした横浜市。旧大山道、旧大山道長町街道と旧岡津道が交差する踊り場。猫が踊ったという伝説の場所であるが、歌会かな、あるいは中世の合戦の死者の墓墓所とも言われている。またここら辺は飛ばして、なんかいろんなね話があるね。歴史がありすぎるねここはね。1889年に、神奈川県鎌倉郡中川村、中和田村が誕生。1939年に、2つの中川村と中和田村は横浜市に編入されます。そして戸塚区が誕生した。武蔵国ではなく相模国に属するということですかね。よくわかんないけど、まあ部分的にちょっと違うのかもしれないけどね。明治時代以降は、泉の清水、横山の各製紙工場ね、養蚕業がね盛んになっていくわけですね。まあここは横浜港に近いから、遠くの八王子だとか、群馬県の桐生から昨日持ってくるよりも近くてね、遠くのところから持ってくるのは輸送料もかかるし不利だよね。第二次世界大戦中は軍事関係の施設として泉町のに、航空灯台とかね、海軍通信隊とか、外人隔離施設とかね、そういうのがあった。終戦直後、長郷街道はダーグラス・マッカーサーが厚木飛行場から横浜のホテルニューグランドへ向かう際に利用した道で、
中田町中西はそのため、急速上書かれた。またかつての人気玩具だっこちゃんの製造工場がここにあったので、読み疲れたな。そして1996年、昭和44年かな、同区にね、アクア町が入ってくる。まあこの辺は別に読まなくていいか。1976年に泉線がね、泉のまで開通。あとは、1973年に埋め立てが開始され、何の埋め立てだろうね、池があったのかな。第一埋め立てが開始され、ちょっと上の文章につながってるのかな、そうでもないね。1973年10月から第一次埋め立てが開始され、2011年3月末までに第7埋め立てをもって終了した。40年にわたる埋め立て期間は全国最長である。埋め立てが始まった1937年を当時、泉の線は開通しておらず、住宅もほとんどない状態で、一部の地主が所有する広大な里山と農地しかなかった。陸のことで土地の利用価値は非常に低く、最終処理場として好都合の場所だった。ゴミを捨てる場所だったのかもしれないね。やっぱ上の弁償につながってんのか。地下鉄が、できて、カーソルがどこ行った？カーソルが。すでに、風薬所の最寄り駅で、1999年3月10日、湘南台まで延伸、最終的には、JR 平塚駅まで延伸できる免許を受けているが、具体的な交流のではない。あ、別に書いてないね。緑緑園都市駅にほど近い住宅街近隣に、新明台処分所っていう場所があったんだね。横浜市の最終処分所。ここがゴミの捨て場だったんだ。で、そこにゴミが集められた、埋め立てが行われたということですね。第1次から第6次埋め立てまでほとんど焼却せずにそのまま埋め立てがされている。全量焼却し、焼却範囲を埋め立てが開始されたのは1996年第7次埋め立て以降となっております。今一体どうなっているのか、もう何もないのかな。もともと第6次埋め立てで閉鎖する予定だったが、代替地の確保困難などにより、全量焼却を条件に第7埋め立てが始まった。他の埋め立て地と同様に臭い大気汚染、メタンガスなどの公害問題も発生した。ダイオキシン、飛散問題や、ゴミの大多数を受けるという心理的な不均等問題などもありましたね。ゴミがそのまま埋められるエリアがほぼ全てなため、地下水や排出される汚染水問題については長年の課題となっております。汚染処理施設が設置されたのは、第7次埋め立てが始まった1996年であります。処分地は閉鎖されたもの、基準を満たすまで横浜市、廃止の技術上の基準を満たすまで横浜市による管理が続きます。スポーツ施設として、暫定開放されているが、あと、どのくらいですね。いろんな問題を含んでおりますね。隠れたところに。泉の印象がないよね。この、ゴミの泉だよね。ゴミの水の泉だね。泉を汚してるよ、横浜が。明治22年に、高座綾瀬村が成立する。あ、これはもう違う。これは今のは関係ない。これは関係ない。以上ですね。OK。ここはどこかの区役所か市役所だと思います。でございます。朝早い時間帯でございます。こういうところをね、撮影するときはですね、文字を写してもらいたいですよね。相鉄線のような、あれはね、相鉄線ですね。
泉の泉線かな。今回の旅のルートなんですけども、地図があるのでちょっとしっかり見てみましょうかね。このね、入っております。この黄色いラインに沿って旅をしております。黄色い線に従っていくんですね。泉区役所だったかもしれないですね。大和市とかね、それからね、まあ伊勢原、最終的には伊勢原の駅通って、ちょっとだけ旗の市を通るっていう感じなんですね。それでも戻ってくるという感じですね。バスが映っておりますね。新幹線かな、あれは高架の、ね、鉄道が映っておりましたけどね、児童公園なのか公園なのか、なんか石碑も立っておりますね。公園にですね、住宅街でしょうかね、アパートとかマンションとかもあるようでございますね。建物があったのでちょっと撮ってみましたね。中なんとか公園って書いてあります。詳しくはちょっと分かりませんけどね。まあ普通の公園ですね。四角い建物が立ち並んでおりますね。線路がずっといます。これは小田急線でございます。小田急線でございます。小田急線の江ノ島線だと思いますね。鉄道が行き交っておりますね。この日は何曜日でしたかね、ちょっと忘れてしまいましたがね、ラッシュアワーの時間帯でしょうか。富士山は見えませんよね。見えたような気がしたんですけどね、見えなかったですね。畑が広がっておりますね。そういうところを通っております。商店、住宅、ですね、駐車場、どんどんと、そんな感じの風景が過ぎていきます。自転車で進んでおります。綾瀬市の歴史をね、ウィキペディア参照2024年の9月で見ていきたいなと思います。ちょっとしか書いてないんだな。明治22年1889年にいろんな村があって、それが合併して、高座郡、高座郡、綾瀬村が誕生いたします。そして町になって市になって、平成になって100年。あまり大したことは書いていないですね。以上でございますね。高速道路なのか新幹線なのか分かんないですけど、橋をね渡っていくようでございます。高速道路を越えたみたいですね。山が入ってきたので、でもまたちょっと平たいところにやってきた。茅ヶ崎という文字が映っておりましたけどね。住宅があったり、川が流れておりますね。あたりは住宅がたくさん建っているようでございます。そんな景色を進んでいきます。どこかの市役所に来たようですね。綾瀬市かな、これもね、どこかのね市役所でございますね。綾瀬市役所だと思うんですけどね、どうでしょうかね。よるとね、その町の中心に来た気がするんですね。空はいい天気でございますね。住宅街が映って、下はね、なんか水路みたいなね、向こうに見えるのは高速道路だと思いますね。おそらく東名高速なんじゃないかなと思うんですけどね。